はいどうもガジュマルです。今回はついに来ました、劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦の感想を語ってみたラストでございます。ご覧になった皆様ならご存知でしょう、3セット目以降が一番泣く、そして一番語りがいがあるということで、尺がとんでもないことになる前に早速参りましょう。前回は2セット目をカラスノが取ったところで終わっております。3セット目入る前のネコマのミーティング、リエフのこのシーン、ガッとやっちゃいましょう。ガッと俺が20点取ったりますよ。あとの5点は皆さんでどうぞ。あー暴走モード入ってはるわと思ったら、突然の九郎鉄郎の筋トレ論、これ言った後の左手におるヤックンの表情と絶妙な間、大好き。何の話だ。回数多ければ多いほどいいんじゃないんすか。つまり普通の20点よりヘビーな1点。こくり肉声、中村雄一様の喉から発せられるコクリ、公開前に誰が予想してんねんこれ。コクリじゃねえよ、ヘビーな一点ってなんだ。20点取れ。ここから映画オリジナル、カイ君がクロウの肩をつついて深く息を吐いてるトラを指さすんですね。ヘッドポイントのスパイクを決められず落ち込んでるんでしょう。ここにクロウが絡んでいって、つうかお前のさっきのラストのストレートすごくなかった、これを自然な会話でさらっと言って、トラのテンションが元通りになるんですね。このカイ君とクロウの3年ズの連携素晴らしいなって思いましたよね。そりゃ直井コーチも感心するよ。そしてここから研磨が、プロは人をその気にさせるのがうまい、今も昔もと言って回想に入りましたね。河川敷で黒と研磨がバレーをしているシーン、ズボンがあまりにもマスタード色、研磨がうまいことレシーブできんくて、素人とやってもつまんないでしょって言ったら、クロウがつまんなくない、覚えるの早い、頭いいって言われて、まんざらでもない顔する研磨可愛かったな。そして来ました、市民体育館、ここでクロウがレシーブの練習に加わって、自分の前に並んでた子が失敗した後にクロウは綺麗にレシーブして、そのあまりの嬉しさにピクサーのライトになってましたね。跳ね方とテンポが一緒やね。そしてスパイク練習を見て、かっこいいなとは思うけど、でも背が大きくないと打てないからと言ったクロウに、じゃあネットを下げればいいって言ってくれた猫又監督、かっこよかった。やっぱり今より若干若くてちょっとイケオジ感があった。ほんでスパイク練習してボールに手が当たって、当たったって喜ぶクロウは可愛いし、それをボーっと見てるケンマロが可愛い。なしって眉毛はマロな、仲間にしてほしそうにこっち見てんねんな。として来ましたよこのシーン、バレーしようぜ。これを4回繰り返して、ケンマの水色おパンチュが見れましたね。あ、運の言い方さえ絶妙でしたね。そしてちょっとシーン飛んで、ケンマやっぱお前セッターになれよ、参謀って感じでかっこいいぞ、参謀。ここでケンマの左に参謀と漢字が映るんですけど、ラインスタンプにしか見えん、そして使い時があまりにない、それにセッターはあんまり動かなくていいポジションなんだぞ。大嘘、このカジさんの大嘘がめちゃくちゃ良かった。最速上映の時みんな笑ってた。ここでそしてここでケンマのお父さん出てくるんですけど、突然の早見さん、低すぎて耳がびっくりした、クロウにラップバトル仕掛けそうやったもん。そして回想終わって、確かに俺はできるなら汗かきたくないし、練習よりゲームしたい時もあるし、このセリフ言うてる時ずっと足がセクシーやね。ほんで王子様第2弾、菅さんに続いて3年で流行ってんのか。ここでクロウ推しの方生きてるかなって心配になりました。さあそしてここからです、名シーンしかございやせん、しんどい時間は超えてきた、ご褒美タイムだ、ふぅ、よくわかんないけど釣られて、ふぅ、原作通り朝日さんこのポーズしてて可愛かった、影山様は引いてた。そんでこのご褒美、俺たちどちらか、これで最後。この名シーンが映画では観客席の視点から描かれてたのが印象的でしたね。我々視聴者が一番ふさわしい場所ってそこやもん。両校の思いも背景も全部知った上で、あの視点から見るこれで最後、エモ太郎でしたね。この辺から BGM がご褒美タイムタイプ A という曲が流れるんですけど、この曲プラス田中とトラ、日向とリエーフ、野安さんとヤックン、それぞれの出会いを試合をしながら振り返るんですよ。この時点で泣かされてんねん、全部知ってんねんもん。そのシーン、ヤックンと野安さんに関してはこのシーンをテンポよく切り取ってましたね。先輩と後輩関係なく互いに尊敬し合ってる関係、目から摂取してるだけで体が喜んどる、敵であると同時に互いが互いの死、これぞライバルです。そして配給民は十分泣いてるのに、フロートツッキーの回想始まんねん、カメラぐるーって回ってな。この時に流れる指定って曲もいいからみんな聞いてください。そしてクロウと練習中に言われた、ブロック極力横っ飛びすんな、間に合う時はちゃ
ゃんと止まって上に飛べ、次なんていうか分かってんのに鳥肌立つねん。そしてこの得点はラストクロウとツッキーの競り合いでクロウが押し勝ちます。そしてここで僕は純粋に疑問なんですが、どうしてそんなに必死にやるんですかという過去のツッキーを挟むんですが、ご覧の通り今は大変必死です。そしてこのシーン、想像以上にしんどさが伝わってきました。疲れるでしょっていう裏返り方とか、漫画だとツッキーは静かに怒ってる感じでしたけど、映画はキレ散らかしてました。怒りすぎてあざものなってたもん、加減のゴーやのに。ここのこちらこそですの言い方、ちょっと照れくさいような苦労の表情、これも何回でも見たい。そしてその後のこの回想、漫画やとこうですけど、めちゃめちゃ両腕と足開いてましたね。竜でも召喚すんのかなってくらいダイナミックでした。なぜか影山様もおったし、このボクトさんとクロウのモノマネは想像通り面白かった。そして田中がレフトからスパイク打つんですけど、クロウのブロックのプレッシャーに押されてアウトになるんですね。この時のクロウの体ねじらせてガッツポーズするのよかった。そしてクロウの名シーン、ツッキーの徹底ネチネチブロックにさ、みんなが腹立つわけじゃん。そんでさ、よかった間違ってなかったんだって思ったんだよね。これの言い方も顔もよかった、思ったんだよねみたいな、ちょっと笑ってる感じがよかった。そしてここからの作画よ、クロウのサーブをなんとか大地さんが拾うんですけど、朝日さんと交錯してぶつかりそうになるシーン、リアルすぎん。ほんで田中が飛んでツッキーも飛んで、誰が打つんやと思った朝日さんが打つシーン、ネットより高い視点からの作画、めちゃくちゃ臨場感ありましたよね。めっちゃカラスの飛んでくるって思いました。ほんで朝日さんがリエーフのブロックを避けて打った先に待ち構えていたクロウがレシーブして、このハッハーですよ。なんか横から見た高田くんみたい。この春高という最後の舞台で1年生のリエーフとチームワークがハマる、たまらなく嬉しいんやろなって気持ちがこの笑い方に込められてましたね。そして今度はリエーフが打つと見せかけてバックアタックのクロウ、この時の作画もヌルヌル動いてすっごい躍動感ありました。しかしこのスパイクをツッキーがワンチする、そして影山様がネット前でボールを見上げながら怖えなと考えてる時のリエーフの下なめずりが一番怖い。そして思考の猶予を与えない最短真ん中高さ勝負、これをツッキーがスパイク決めて会場内の人間を笑顔で抹殺してくれます。原作より心から笑っとる、しかも笑顔の声まで入ってんねん。ここでもう推し関係なく泣くねん、よかったね信勝くんってなんねん。ほんでこの後に研磨の背中が映るんですけど、この画面の右上でネット越しにまだツッキー笑ってんねん。違う角度から素敵な笑顔見れんねん。熱入れて語りすぎて頭痛なってきた。この右上笑顔ツッキーに気づいてなかった方はもう一回映画館に足を運んでください。そして続いては日向と研磨のバトル、研磨が前に落として日向が飛び込んで取りますが、これを研磨がダイレクトで叩いて倒れてる日向を狙うんですね。それに反応するも猫間コートには返せずポイント取られます。そしてその時の研磨の顔、やばい性癖に目覚めた顔してんねん。そして続いて朝日さんのスパイクがブロックを弾いてコート外に出ますが、福永がファインプレーで拾います。その返ってきたボールを見て研磨が自分の手札を考えながら手を伸ばした時にジャンプしたクロウと目が合うんですね。そして幼少期散々失敗した攻撃をここでドンピシャで成功させるんですよ。しかもスパイクを打つクロウの手にボールがドンピシャで当たってる、その様子からズームアウトするように全体が映されるあのシーン、これプラス BGM で俺の勝ちの37秒あたりが流れるんですよ。ここが好きすぎる、めちゃくちゃかっこいいね。しかしこれを野安さんがなんとか顔の前に腕を持ってきて拾うんですね。その時の野安さんの手首の薄さが下敷き。そしてここで日向がトスを読んでそこにブロック3枚立ちはだかるんですけど、日向がボールを打つ直前力を抜いてフェイントをするんです。ここがこの映画一番の見どころ。画面が4分割されてクロウと伊能家はやばい引っかかったって顔してて、左下で影山様が笑ってるんですけど、信じられんくらいかっこいい。あれをグッ通過してくれ。左下しか見てなくてツッキー伊能がクロウの配置覚えてない。でもその後研磨がフェイントを呼んで走り出して読まれたって言った時に影山様の口が歪んで歯茎が見えるんですけど、めっちゃサーモンピンク、すこぶる健康、絶対にタバコ吸ってない人の歯茎、ここがこの映画一番の見どころです。しかし研磨が呼んでいることさえ呼んでいた日向がコート奥にプッシュしてめちゃめちゃに絶叫した研磨が手を伸ばしますが、捉えることはできず日向の得点になります。そしてゲームクリアの時と同じ体勢で研磨が床に倒れ込んで、おい研磨大丈夫か、どっかやったかとクロウに聞かれて、少しだけ笑った後に
楽しいですよ。9回見てもカジさんのこの演技に鳥肌が止まらない。何回もここを読んで想像してたじゃないですか。多分カジさんの声でこんな感じで読むんやろなって、読むたびにみんな想像してたと思うんですよ。それをいい意味で裏切る、楽しいと日向に伝えたというよりは、心の奥底から楽しいと思ったがゆえに漏れ出てしまった、そんなセリフの読み方でしたよね。もうプロって、声優ってなんてすごい職業なんやろって、そっちの鳥肌もありました。でそれで感動してたら、今度は日向の雄たけびでまた鳥肌と涙するんですよね。原作だと短くあーしくらいじゃないですか。それが映画では1回だけじゃなくて何度も叫ぶし、村瀬さんの声が本当に嬉しそうな声なんですよ。これを聞いて僕は何度も何度も配給読み直してキャラクターの気持ちを分かった気になってたけど、俺は日向のこと何にも分かってなかったなって思いました。そうか、日向にとっては何度も何度もどうしたら勝てるか、どうすれば楽しい面白いと思わせれるか、ずっと考えてきたけど叶わなかった目標、それが叶ったらあれくらい叫ぶよ。ここでも村瀬さんの演技に、声優ってなんて難しくてすごい職業なんやろって思いました。そしてこの後のおとんくろうね、原作だと動きはなく静かに笑ってるんですけど、映画は大笑いしてましたね。躍動する胸筋にしか目がいかんかったわ。この3連コンボで大泣きしてるから、この後のベンチで研磨が喋ってるとこ何も頭に入ってない。禁止にはさせるんだなーってセリフくらいでやっと意識が戻る。バレエではあんまり人死なないって言われて、ふって笑う研磨が可愛いな、それくらいの記憶しかない。そしてプレイ再開して、トラが決めて影山が2して、研磨が2返しして、研磨の荒い息しか聞こえなくなって、研磨の一人称視点になるんですね。ここからは VR コズメ研磨です。これこそが漫画でできない映像ならではの表現ですよね。だから映画館に行かなあかんねん。誰がリエフにぶつかる体験できると思うねん。あのぶつかった後の脳震盪みたいなやつリアルやわ。あの状態でのバカボールまだ落ちてない、これも感動するし、自分が研磨の視点になったことで、こんなに息が上がってしんどい状況の中、左右に素早く走ってブロックのために何度も飛ぶ、そのしんどさがめっちゃ伝わってくるんですよね。第三者視点と一人称視点じゃ伝わり方が全然違う。宙を待っているボールを見ると、自分がどっち向いてるんかわからんくなる。飛び込んでレシーブして、床に滴った汗に反射する研磨、あの汗になりたいって人がオフ会にいました。そしてこのシーンね、どうやって描かれるのか公開前楽しみにしてました。まさか一人称視点でね、パノラマ撮影みたいにぐるりとあの夏合宿の体育館を見渡せるとはね。手見の音もリアルです。誰が映ってるんやろと凝視したら結構酔います。そしてラスト汗で滑って、ゴミ捨て場の決戦が終わります。劇場特典の読み切り漫画を見て以来、僕はこのシーンカイ君ばっかり見ちゃいます。この瞬間にあれを考えてたんかなと思っちゃいます。そしてテディベア研磨からのこのシーン、 BGM とカジさんの声で感動マシマシです。最初は嫌そうにしてたのに、いつの間にか誘われたらちょっと笑顔になってる研磨、そして黒、俺にバレーボールを教えてくれてありがとう。これは、ああ、面白かったの体勢のまま、映画では言ってましたね。ありがとうじゃなくて、ありがとうが良かった。そして整列後の挨拶。なぜか VR 日向翔よ。そしてヤックンと握手。あんなに綺麗にブロックの間抜けるのかよ。はい。どっちだよ。なんで岩ちゃんとラッキョのやり取りしたん。そして審判と挨拶の後のキャプテンズの抱擁。最初握手してた二人とは思えません。そして他の選手も握手したりしてるんですけど、クロウがツッキーありがとなって言って駆け寄ってるんですよ。まだ泣かせにかかるん。もう配球見みんな泣いたって。なんでそこまでして泣かせたいん。すごかったぞって伊能家に言ってる日向でほっこり。そして武田先生と猫又監督が握手した後、自分の孫が猫又監督と握手するタイミングでスッと手を差し出して握手する元監督。このシーンはあってよかった。そして猫間の選手たちが応援団にありがとうございましたと頭を下げた時に、ディエフと伊能家だけが崩れ落ちて泣いて、トラも膝に手ついて泣いてるんですよ。この泣いてる人の人選、僕と解釈が完全に一致してる。そしてラストの猫間三年図のやりとり、ここは原作のに忠実で、それもまた大変に良かったです。そして最後、ケンマと日向が声をかけて、来年もやろうな。これにケンマが、うんやろうと返事をした時に、後ろで猫又監督がこのやりとり聞いてて笑ってんねん。きっと自分と鵜飼元監督を重ね合わせて笑ってんねん。あまりにも良すぎる。ないかもしれへんけど、日向と研磨も将来後ろでそれやってくれ。そして九郎が研磨行くぞって言って、あうんじゃあまたね翔よ、おうまたな、という初めて出会った時と同じ別れ方で終わるんですよ。あの時は日向はまたねの意味が分からず、またねって言ってたのが、おうまたな、というすっ
っかり関係性が出来上がった仲のいい挨拶で終わるのよ。これで終わりにしましょうって言った人誰？天才すぎんかこの終わり方。はい、そして猫がカラスの羽を9枚むしってこの映画は終わりです。あまりにも良すぎました。あと90回くらい見に行きます。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画が良かったと思われた方は高評価とコメントよろしくお願いします。本当に素晴らしい映画でした。一つでも多く映像化していただきたいので応援上映も見に行って制作サイドにお金を落としていきたいと思います。この映画を作ってくださった関係者の方々本当にありがとうございました。この時代に生まれて配給にハマってて良かったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。